どうも、いつもアートのいつもです。今回は握手の描き方をできるだけ分かりやすく紹介したいと思います。まずはこのように四角を描きます。分かりやすいように線の色で右側の人の手、左側の人の手と分けています。次はこのように描いてください。青い線は右側の人の手となります。次にこのような三角形を足します。赤い線は左側の人の手となります。次はこのように描いてください。これは人差し指になります。少し鉛筆を置いて自分の手のひらを見てください。そして人差し指を注目。人差し指を見ると長四角が3つあるように見えるのではないでしょうか。なのでまだ指を描くのが慣れていない方は長四角3つで指を描くと描きやすくなると思います。次はこのように描いてください。一本の指に見えますが実はこれは中指と薬指になります。次はこのように小指を描いていきましょう。右側の人の手を少し修正します。次はこのようにひらがなのへをイメージして描くといいでしょう。次に下に線を引いてこのように描きます。これが右側の人の親指になります。今度はこのように描いていきます。
これは小指になります。次はこのように描いてください。斜めに描くのを意識して描きます。そしてこちらもまた中指と小指になります。次は人差し指を描きましょう。次は手首を描いていきましょう。次は左側の人の手を少し修正して親指を描いていきます。そして手首を描いて完成です。イドゥモアート、いかがだったでしょうか。描き方さえ分かれば難しくないですよね。最後までご視聴ありがとうございました。このような描き方動画など見ていて描きたいなぁと思うような動画を目指して投稿しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではいつもでした。